JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は新庄行きワンマンカーです。無人駅では運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。それ以外のドアは開きませんのでご注意ください。またドアの閉じボタンを押すときは後ろのお客様にご注意ください。お客様にお願いいたします。車内は禁煙ですのでおタバコはご遠慮ください。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上通話はお控えください。この電車には優先席があります。オレンジ色の釣り手付近が優先席です。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら席をお譲りください。ご協力をお願いいたします。運転士へのご要件は安全のため停車中にお願いいたします。お待たせいたしました。大曲り横手方面新庄行き発車いたします。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。新庄行きワンマンカーです。無人駅では運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。それ以外のドアは開きませんのでご注意ください。乗車券、運賃、整理券は運転士の後ろの運賃箱にお入れください。定期券は運転士にお見せください。またドアの閉じボタンを押すときは後ろのお客様にご注意ください。お客様にお願いいたします。車内は禁煙ですのでおタバコはご遠慮ください。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上通話はお控えください。この電車には優先席があります。オレンジ色の釣り手付近が優先席です。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら席をお譲りください。ご協力をお願いいたします。電車は事故防止のため急停車する場合がございますのでご注意ください。運転士へのご要件は安全のため停車中にお願いいたします。次は四つ小屋です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。まもなく四つ小屋です。降り口は進行方向右側です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。それ以外のドアは開きませんのでご注意ください。乗車券、運賃、整理券は運転士の後ろの運賃箱にお入れください。定期券は運転士にお見せください。お降りのお客様は先頭車両の一番前のドアまでお進みください。新庄行きワンマンカーです。先頭車両の後ろ側のドアボタンを押してご乗車になり整理券をお取りください。次は和田です。お降りの際はお近くの開くボタンを押してお降りください。まもなく和田です。降り口は進行方向左側です。お降りの際はお近くの開くボタンを押してお降りください。乗車券、運賃、整理券は駅の改札口でお渡しください。次は大張野です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。まもなく大張野です。降り口は進行方向右側です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。それ以外のドアは開きませんのでご注意ください。乗車券、運賃、整理券は運転士の後ろの運賃箱にお入れください。定期券は運転士にお見せください。お降りのお客様は先頭車両の一番前のドアまでお進みください。次は宇後堺です。お降りの際はお近くの開くボタンを押してお降りください。まもなく宇後堺です。
降り口は進行方向右側です。お降りの際はお近くの開くボタンを押してお降りください。乗車券、運賃、整理券は駅の改札口でお渡しください。お待たせいたしました。新庄行き発車いたします。次は峰吉川です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。まもなく峰吉川です。降り口は進行方向右側です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。それ以外のドアは開きませんのでご注意ください。乗車券、運賃、整理券は運転士の後ろの運賃箱にお入れください。定期券は運転士にお見せください。お降りのお客様は先頭車両の一番前のドアまでお進みください。電車とホームに隙間がありますので、お降りの際は足元にご注意ください。次は刈羽野です。お降りの際はお近くの開くボタンを押してお降りください。まもなく刈羽野です。降り口は進行方向右側です。お降りの際はお近くの開くボタンを押してお降りください。乗車券、運賃、整理券は駅の改札口でお渡しください。次は神宮寺です。お降りの際はお近くの開くボタンを押してお降りください。まもなく神宮寺です。降り口は進行方向右側です。お降りの際はお近くの開くボタンを押してお降りください。乗車券、運賃、整理券は駅の改札口でお渡しください。次は大曲です。お降りの際はお近くの開くボタンを押してお降りください。まもなく大曲です。降り口は進行方向左側です。お降りの際はお近くの開くボタンを押してお降りください。乗車券、運賃、整理券は駅の改札口でお渡しください。秋田新幹線、田沢湖線ご利用のお客様はお乗り換えです。次は飯詰です。お降りの際はお近くの開くボタンを押してお降りください。まもなく飯詰です。降り口は進行方向右側です。お降りの際はお近くの開くボタンを押してお降りください。乗車券、運賃、整理券は駅の改札口でお渡しください。次は御三年です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。まもなく御三年です。降り口は進行方向左側です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。それ以外のドアは開きませんのでご注意ください。乗車券、運賃、整理券は運転士の後ろの運賃箱にお入れください。定期券は運転士にお見せください。お降りのお客様は先頭車両の一番前のドアまでお進みください。次は横手です。お降りの際はお近くの開くボタンを押してお降りください。まもなく横手です。降り口は進行方向右側です。お降りの際はお近くの開くボタンを押してお降りください。乗車券、運賃、整理券は駅の改札口でお渡しください。北上線ご利用のお客様はお乗り換えです。電車は事故防止のため急停車する場合がございますのでご注意ください。お客様にお願いいたします。ドアの閉じボタンを押すときは後ろのお客様にご注意ください。
運転士へのご用件は安全のため停車中にお願いいたします。お待たせいたしました。湯沢方面新庄行きです。まもなく発車いたします。次は柳田です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。まもなく柳田です。降り口は進行方向左側です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。それ以外のドアは開きませんのでご注意ください。乗車券、運賃、整理券は運転士の後ろの運賃箱にお入れください。定期券は運転士にお見せください。お降りのお客様は先頭車両の一番前のドアまでお進みください。次は第5です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。まもなく第5です。降り口は進行方向右側です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。それ以外のドアは開きませんのでご注意ください。乗車券、運賃、整理券は運転士の後ろの運賃箱にお入れください。定期券は運転士にお見せください。お降りのお客様は先頭車両の一番前のドアまでお進みください。次は十文字です。お降りの際はお近くの開くボタンを押してお降りください。まもなく十文字です。降り口は進行方向右側です。お降りの際はお近くの開くボタンを押してお降りください。乗車券、運賃、整理券は駅の改札口でお渡しください。次は下湯沢です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。まもなく下湯沢です。降り口は進行方向左側です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。それ以外のドアは開きませんのでご注意ください。乗車券、運賃、整理券は運転士の後ろの運賃箱にお入れください。定期券は運転士にお見せください。お降りのお客様は先頭車両の一番前のドアまでお進みください。次は湯沢です。お降りの際はお近くの開くボタンを押してお降りください。まもなく湯沢です。降り口は進行方向左側です。お降りの際はお近くの開くボタンを押してお降りください。乗車券、運賃、整理券は駅の改札口でお渡しください。電車は事故防止のため急停車する場合がございますのでご注意ください。お客様にお願いいたします。ドアの閉じボタンを押すときは後ろのお客様にご注意ください。運転士へのご用件は安全のため停車中にお願いいたします。次は上湯沢です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。まもなく上湯沢です。降り口は進行方向左側です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。それ以外のドアは開きませんのでご注意ください。乗車券、運賃、整理券は運転士の後ろの運賃箱にお入れください。定期券は運転士にお見せください。お降りのお客様は先頭車両の一番前のドアまでお進みください。次は三つ席です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。まもなく三つ席です。
降り口は進行方向右側です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。それ以外のドアは開きませんのでご注意ください。乗車券、運賃、整理券は運転士の後ろの運賃箱にお入れください。定期券は運転士にお見せください。お降りのお客様は先頭車両の一番前のドアまでお進みください。次は横堀、横堀です。お降りの際はお近くの開くボタンを押してお降りください。まもなく横堀、横堀です。降り口は進行方向左側です。お降りの際はお近くの開くボタンを押してお降りください。乗車券、運賃、整理券は駅の改札口でお渡しください。次は院内、院内です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。まもなく院内、院内です。降り口は進行方向左側です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。それ以外のドアは開きませんのでご注意ください。乗車券、運賃、整理券は運転士の後ろの運賃箱においでください。定期券は運転士にお見せください。お降りのお客様は先頭車両の一番前のドアまでお進みください。次は覗き、覗きです。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。まもなく覗き、覗きです。降り口は進行方向左側です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。それ以外のドアは開きませんのでご注意ください。乗車券、運賃、整理券は運転士の後ろの運賃箱においでください。定期券は運転士にお見せください。お降りのお客様は先頭車両の一番前のドアまでお進みください。次は大滝、大滝です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。まもなく大滝、大滝です。降り口は進行方向右側です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。それ以外のドアは開きませんのでご注意ください。乗車券、運賃、整理券は運転士の後ろの運賃箱においでください。定期券は運転士にお見せください。お降りのお客様は先頭車両の一番前のドアまでお進みください。次は鎌淵、鎌淵です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。まもなく鎌淵、鎌淵です。降り口は進行方向左側です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。それ以外のドアは開きませんのでご注意ください。乗車券、運賃、整理券は運転士の後ろの運賃箱においでください。定期券は運転士にお見せください。お降りのお客様は先頭車両の一番前のドアまでお進みください。次は真室川、真室川です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。まもなく真室川、真室川です。降り口は進行方向左側です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。それ以外のドアは開きませんのでご注意ください。乗車券、運賃、整理券は運転士の後ろの運賃箱においでください。定期券は運転士にお見せください。お降りのお客様は先頭車両の一番前のドアまでお進みください。次は宇前豊里、
宇前豊里です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。まもなく宇前豊里です。降り口は進行方向左側です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。それ以外のドアは開きませんのでご注意ください。乗車券、運賃、整理券は運転士の後ろの運賃箱にお入れください。定期券は運転士にお見せください。お降りのお客様は先頭車両の一番前のドアまでお進みください。次は泉田です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。まもなく泉田です。降り口は進行方向右側です。お降りの際は運転士のすぐ後ろの開くボタンを押してお降りください。それ以外のドアは開きませんのでご注意ください。乗車券、運賃、整理券は運転士の後ろの運賃箱にお入れください。定期券は運転士にお見せください。お降りのお客様は先頭車両の一番前のドアまでお進みください。次は終点新庄です。お降りの際はお近くの開くボタンを押してお降りください。まもなく終点新庄です。降り口は進行方向左側です。お忘れ物ございませんようお支度してお待ちください。お降りの際はお近くの開くボタンを押してお降りください。乗車券、運賃、整理券は駅の改札口でお渡しください。山形新幹線、奥羽線、天童、山形方面、陸羽西線、陸羽東線ご利用のお客様はお乗り換えです。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。